どうも、まどかです。本当に始まったのこれ。始まったって。あ、そうなん。この道10年。今日はなんとね、私のボートを、はい、改めて紹介しようと思います。うわー、ボートをね、紹介するにあたって今日はこの道10年のカメラマンを今日は今回ね、はい、連れてきました。ピンさんです。どうもピンでーす。今回初めてのコラボということで、うん、前のボートが、はい、C-NIFっていう種類で、こちらがステイサー420です。14フィートあるけん、前のボートよりは、まあ、一回りぐらい長い。前は12か、うん、だいぶ違うね。2フィート違うだけでも全然違う。だいぶ違いますよこれ。しやすいよね。めちゃくちゃ前広い、うん、てか女まあ2人やったらね、うん、全然こう余裕でさ、全然シュビシュビ、ね、うん、シュビシュビいけるよ、ストレスなく。まあ本当は3人まで乗れるけど、まあちょっと無理かな。川辺でランチぐらいやったら乗れるけど、確かに釣りしようと思ったらちょっと3人無理。厳しいところではある。まあボートは変わったけど、うん、エレキはそのまま前と一緒。あ、乗せ替えたってこと？あ、そうそう、そのままね。エレキ自体はなんと、はい、このボートライブスコープがついたわけですね。素晴らしいですねこれ。12インチ、うん、素晴らしいよ。もうこれがあれば評価は2倍、間違いない、間違いなし。やけん、もう最近はダムとか行ったらね、評価もだいぶいいし、染まってから染まってから魚がいる場所も分かりますよと。なるほど、いう代物ですね。装備が、まあ、でもね、うちのボートは実はこれがメインじゃない。嘘やろ。ほんと何メインって。まあうちのボートね、はあ、一番のメイン、はい、何がいいかっつったらやっぱこれですよ。ディカールステッカーでしょうよ。ででん、すごい、めっちゃ可愛い。これ可愛いっしょ。もう釣ったらすぐここで測れる。測れる。え、これいいね。これもね、取りまくってきたねえことになったけど、でもこれフキフキしたら ね、綺麗になる。可愛いよ。可愛いやろ。ねえ、そうなんですよ、これが一番の大目玉。え、ちなみに作るときに何個かね作ったんよ。え、そう、よこせ。あるある。あ、嘘。よこせね。ある。で、ちなみにもっとあるけん、うん、どっかのタイミングで販売しようかなみたいな。これは欲しい ね。これボート以外は貼れんと。なんか家の絨毯とか。あ、まあ、絨毯ってこういう系には貼れる、ね。貼れるってこと。こういう、なるほど。じゃあ家の絨毯にも行けますと。行けます。いい。貼る。貼るよ、パーマ貼るよ。あとエンジン一応まあ変わったんやね。あ、そうなんや。これそうちょっと変わって、まあでもエレキレイクとかあるやん、うんうん、こうエンジン使っちゃダメですよみたいなとこでも行けるように、こうなんか取り外しが可能なまでの大きさにしてる、わざと。なるほどね。だけまあ私でもこう取り外せますよみたいな。でもさ、うん、この間取り外しとったけどさ、なんかすごい青さになってなかった。いや、あれはね、ちょっとしくったよ、うん、あれしくった。あ、ね、エンジンってこの角度で上げ下ろししようとしたら、うん、めっちゃ重いよ。で、エンジンをね、取り外すときはこう一番下にこう下げて、え、そんなだけで変わるん？こうやってして外さんと、うん、バランスが取れんくて運べんの。けど私はちょっとなんか間違ってっていうか、間違って、さっきの、そう、この角度で上げ下ろしようと思ったけ、エンジンが、なるほどね、なんかこう頭のでかい赤ちゃんみたいな感じ。まあまあそういうことよね。ね、なるほど、うん、まあ女の人でもいけるよぐらいの、そうそう、ギリ、ギリも行けるぐらいの上げ下ろし可能なエンジンの 9.9馬力、マックリー。今回そのボート変えるにあたって
うん、やっぱ窓かから、ムラチャキ、ムラチャキかわいい、かわいいやろ、ムラチャキ、うん、かわいい。道路とかで引き寄ったらもう一瞬でわかる、わかるよやっぱ。うん、お、見たことない。でも私この色ね、色、そう、女の子ね、ぴったり、てかまずしにぴったり、そうやろ。うん、まあ今日はせっかくこう川にも来とうけん、なんか臭くない、さっきから、え、私私何も臭くない。え、なんかこういうのって本人におわんって言うやん、なんか。え、乗せてくだちゃい。ええ、1万円。じゃあ行くよ。そうやけ。骨に決まっちゃうよ。頑張れ、まどし。調子いいですな。めっちゃスナスナや、遅っ、遅いって、これまどし、まどし遅いって、歩けるって、これ、え、あれちょっと座礁したよ多分これ、ね、これ座礁したよ、そうじゃなくて、え、てか相当減衰人、え、私航路とかわからんけど、こんなん、こんなんいつも見えてないもん、え、これこれ相当減衰人って、島の島をぐるぐるとってねえ、我々まだスロープから何センチ、何センチ、何メーターしか離れてないのに、もうこれ座礁してるんですけど、え、もう手のひらしかない、手のひら手のひらしかないって、これ、え、これやっぱ2人で来たんだよ、やっぱ思うよね。多分もう大丈夫。危なかったね、危なかったマジで。もう火とかないって。うわあ！なんかこれ撃つん？え、撃っても巻いてもいいよ。撃っても巻いてもゴーゴーゴー。でも秋やけん巻いて出るんやない、これ水深ってどれなん、 この6メーターもある、うん、そうよ、え、意外とあるんやね、あるある、あ、こっちまで来ればね、やけん、あのスロープらへんがやばいよ、リーバーリーバーリーバーなあ、いやよ、やばいやばいよ、それはわてはわーちゃんで何しとんねんやだ、何しとんねん、最悪、え、あ、え、釣れたよ、え、来た、嘘やん、マジ釣れたよ、ちょっと待って、はいはいはい、はい、え、そんな、はい、たまたまたま、マジやば、はい、やばわーちゃん、やばわーちゃん、早い、すごい釣れたよ、しかもまあまあ、え、ちょっと待って、ちょっと一回これ回収しててすごい、え、いや、なんか6メーターもあるのにゴン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 、あっせーな、ここだ、思った、ま、この魚探絶対壊れとるぞ、すげーでちゅー、あれ引っかかってまちゅー、ちゅれまたー、身風呂のわっちゃん、わっちゃん、わっちゃん、ねえ、こいつなんかほらほらぽん、え、もう私1投目で釣れたの初めてかも、人生、え、ほんとにガチ1投目ね、うん、ガチ1投目、これで測って、これで、え、確かに、これはもう大会に持ち込めます、うん、チャンキューか、チャンキューぐらい、チャンキュー、チャンキューいいことあるよ、今日は
サンキュー、サンキュー。なんか動画出るの久々なんやない？え、そう思う。だってもうなんか GoPro の扱い方わからんもんやっぱりこの2つしかないねん。2つのボタンですら悩まされる。だってコメントでも来とったよ。なんて？友だぜって。友だぜ、友だぜ。珍しいファンがやっぱり一定数おるみたい。やっぱりマニアックなファン中も。だいぶマニアックやな、ほんと。水温ね、20度。21度。惜しい惜しい。釣りもほんとしやすくなったな。ねえ、やっとマドシの好きな秋が来たって言ったもんね。そう、秋好きやった。え、秋一番いいやん。だっていや、そう、もう本当にそう。でもほらバスとかからしたらさ、散るけさ、うん、難しくなるやん、なんか。あ、なんかそういう意味で好きっていう人あんまりおらんそうで。あ、まあバス釣りにおいてってことよね。そうそうそう。でも私秋のね、薪で釣れるし。別に私なんか秋巻物ってあんまりねピンときてないっちゃ。マジ？まあ私のこの釣り人生においてはね。そうなん。なんか、でも釣れたやん。まあ確かにね確かに。それで、そう、釣れるんやけど、なんかみんなとかその世間がめっちゃ言うほど秋巻物みたいな。一投目で釣れたのにそれはないわ確かにバス返納でお願いします。ひどい話よ。今当たった。また来た。おとっといもクランクの日かもしれん。それはあるかも。今多分ねサイズちっちゃかったんか。でも結構ね多分2メーターラインとかにおるんかもしれん。なんかポケーチ浮いとう感じする。そう、物についとうとかじゃなくて。はいはいはい。それと今んとこのこの2バイト的な感じでいくとね、春夏秋冬やったらどれ好きやん？春。でもこれはもうみんな春やろ。これはいや秋やろ。いや、そう、嘘やろ。本当に言うぞこれ。本当に？だって春は春爆がある。秋爆とかないよ秋爆は違う過ごしやすいやん。そっち？過ごしやすい。春も過ごしやすいやん。まあ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 。でもお花見も綺麗やしさ。まあ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 。いや、これはもう多数決取ったら絶対春よ、これは。そう、クランクにしようかな。もう今んとこ2バイト。ねえ。いや、でもどうなんやろ、スピノベでもこう7メーターもあるやったらスピノベもなんか。来た、なんか。来たよ。来た？でも多分ちっちゃい、これは。本当に？相当ちっちゃい。めっちゃグイグイいけるやん。いや、意外とでかかったりするよ。いや、これ相当ちっちゃい。ちょっと待って。ほら、本当に？ほら、抜けるやつ？抜けるぐらいのレベル。抜くっすか？いや、抜かんでも抜かんった。あー！うわー！チュビチュビー！サルジェーイ！秋ですね。秋やん、マジで。これは秋感じとるやん、さすがに。これ秋感じとるよ、もう。でもいいよ、この逆光じゃないけ。でもまぶちくない、めっちゃ。こんなんなるわーい、うわーい。チューピーフィッシュ、よいでちゅー。52ぐらいか。いってますねだいぶ曲げられてますけど、それちょっとね、ちょっとなんかどうしたどうしたいやええ、なんかそれ筆つけとるん。筆？え、なんか筆？どういうこと、どういうこと、筆？頭に筆つけとん、それ。習字です。それさ、自然の髪の毛やないやろ絶対確かにだって立っとるよ髪の毛今。びっくりした、二度見したもん髪の毛直線やったっけ、こうなっとったっけ、びっくりした本当にあれ、年末年始の習字いける、これ。あれ、そうそう、あの大きい大きい画用紙に。君のなんそれ、チャティ
チャーリー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 、うわ来た、おお、いやいや、ちっちゃい、超ちっちゃ、どこ行った怖いよマイチュレッツ、あっいやサイズが伸びまけんね、そのサイズは割とキシに ねさっきからなんかどん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 しますが、なんかライブ見る感じはなんかね、そんな飽きたけど、えっ、これでかい、お、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、まだいいじゃない、いやでも、え、そんなにでもない、そんなにでもないよはいはい、どこどこだよこれ、はいはいはい、かいかーい、いいやん、いいサイズ、いいサイズやん、いいサイズ、やっぱり装置系の方がいいかな、装置系、装置系、装置系の方が、ね、やっぱプラグ系、プラグ系、サイズ的にはね、うん、の方がいいのかちら、うわー、なんかね、雲一つないし、いいよ、雲一つない、うん、え、私の顔がどういうことどういうことどういうこと、ういいでちゅ、いいでちゅ、相当今日数釣れるやん、うん、うん、ダメだ、ダメだ、真っ暗でちゅ、おじめい帰りましょう、もう真っ暗ですよこれ、やばいですって、また座礁しますってこれ確かに